今回チャレンジという題名にしたんですけど、コンセプトを決めてソロショーをしたり振りを作ったりするのが初めてだったので、初挑戦という意味を込めてこの題名つけました。頑張ります。イエーイみーちゃん、お疲れー。お疲れ様です。ご苦労様でした。お疲れ様です。いいダンスありがとうございました。いやいや、今回チャレンジということだったんですけど、はい、どの辺がチャレンジでしたか？今回まめさんから話を、聞かせてもらった時に、うん、本当にこういうことやったことがなくて、うんうんうん、でコンテストとかも本当に数回しか出たことないので、うん、なんだろう、自分でコンセプトを決めて振りっていうか、そういうダンス踊るっていうことが自分にとってなんか挑戦だなと思ってつけました、うん、いやなるほどね、はい、まあ、確かにね、バトルのイメージは強いよね。そうですね。さ、今回の、まあ、今回っていうか最近、はい、こんな踊り方にハマってるみたいなのってあるんですか？最近は何だろう、何も考えずに踊るっていう家でいいとか、あえて何も考えずに、なんか本当にそのバトルとかでかかんないような曲、アバンドビーとかを、うんうん、あとクリスタル系とかそういう J-POP とかも、はいはいはい、好きな曲で、うん、何も考えないで踊るっていう、はい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 、ことハマってます。ストレートにね。はい、もう今までちょっとだから逆に言うと考えて、なんかこう、はい、細かいウェーブを通そうとか考えながらやってたものを何にも考えずにやることに今は焦点を絞ってるっていう。そうですね、はい。いやね、よくあんなに落ち着いて、ね、センター付近でずっと踊っていられるなっていう思うんですけど、はい、僕はもう真逆な人なんで、その秘訣なんてありますか？いや、逆に、うん、なんだろう、場所を大きく広く使って踊ることが本当に苦手なんで、うん、
なんだろう、秘訣っていうより、うん、なんて言えばいいんですかね、秘訣っていうよりも、もともとそうだよバカみたいな感じ。そうです。あ、でも足が止まり、うん、止まりがちっていうか、そういう上半身ばっかり多分やっちゃう、うんうん、ああ。どうかな。なるほど、はい、上半身が多くなって、上半身でだから全部こう表現しようと思えばもうできちゃうですね、うん、はい。わかりました、はい、もういろいろチャレンジ、今年はもう終わりますが、はい、ね、まあ、これからもダンスこう人生いろいろ続くじゃないですか、はい、まあ、あのいろんなチャレンジがあると思うんですけど、あのまたこの題名のある舞踏会にもチャレンジしていただけますか。はい、はい、もちろんです。じゃあまた、はい、ぜひ来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。